今泉力也は日本の映画監督である福島県郡山市出身。妻は2012年に聞こえてるふりをしただけで第62回ベルリン国際映画祭子ども審査員特別賞を受賞した映画監督の今泉香織。福島県立朝霞高等学校名古屋市立大学芸術工学部資格情報デザイン学科卒業。 卒業制作の映画が不満足なものに終わり、一旦映画監督を諦める。シナリオを書きたいと思っていたが、普通にシナリオ学校に行ってもつまらないと考え、大阪 NSC に26期生として1年間、通う。同期には和牛、かまいたち、藤崎マーケットなどがいる。NSC 講師の放送作家数人から、本当は物語をやりたいんでしょうと指摘されたことで、 お笑い芸人の道を選ばず、映画の道へと戻る。上京して、映画学校入試ネマワークショップを受講。映画館アルバイトを経て、演舞ゼミナールの職員として、山下敦弘のワークショップアシスタントなどを経験。その傍ら、自主制作映画を作る。玉の映画や、終わってるを監督した後、2012年、元当時生誕60周年記念作品。 ごっぴどい猫を監督する。2013年、サットティーが第26回東京国際映画祭日本映画スプラッシュ部門に出品される。2014年、宝月さん家の姉貴を手掛ける。2016年、退屈な日々にさようならをが第29回東京国際映画祭日本映画スプラッシュ部門に出品される。 2021年10月2日放送の TBS テレビキングオブコント2021のオープニング映像の演出を担当。今泉がバラエティ番組を手掛けるのはこれが初となった。ありがとうございます。